時刻は8時半を回りました。今夜も F から。お相手はユニット系の関東、はい、F の中松と6位長のエイジです。今日はね3名だね。3名だね、はい、先週は何名だったの？先週は1名、うん、こんな感じだったかな。こんな感じそうな今日はね、先週16日金曜日、うん、奈良からのこう、ね、大衆ソウルシンガーインディー、うん、はい、ね、着流しでね、変な白塗りして怒られるか。白塗りして着流しで、そうそう、うん、ね、ボーリングだよ人生はとかさ、ラーメンとかいろんな歌を歌ってるんだけど、そう、はい、毎年2月に来てて、うん、それを聞きながら進めていきたいと思います。はい、季節の果物を使い、お客様に合わせた最新のカクテルを落ち着いた店内でご提供します。バーボビーズ沖縄市330沿い福原楽器向かい、お花屋さん2階、電話 098-955-5816。 浜田省吾を愛するマスターがあなたを待っています。バーそよ風、沖縄市上地 2-1-21、 電話 098-930-3553。 カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店、カラオケスナック勇気、沖縄市小屋 1-8-36 島袋ビル1階。音楽とテレビスポーツ観戦を美味しいお酒と料理でどうぞ。ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ、沖縄市パークアベニューパルミラ通り入り口角。歴史ある店内、落ち着いた雰囲気が幅広い世代に人気。ギター演奏や各種イベントが定期的にあります。ラテン酒場アルハンブラ、沖縄市上地 2-20-12 ユニオン中野町店となり、屋台村感覚、あの日のコザの町のにぎわいを思い出す店内で美味しいお酒とおつまみをどうぞ。大衆劇場足立屋、沖縄市中央 1-20-9 1階、パークアベニュー通り入って3つ目左角。以上、各社の提供でお送りします。一緒でいいさ、うん、はい、ということ で、 そうです、ね、今週はインディさんの、うん、ちょっとね、はい、歌から入らないんで、このそのまま話してつなげていきますけど、毎年ね2月に来るんだよ、ええ、必ず那覇で 2つぐらいかな。あ、そうなんですね。大きな、小座も自分のところと、なんだっけ、あと1箇所、はい、本当は3箇所とかやったんだけど、2箇所で、で、あと離島に行って、小浜島かな、うん、あの辺でも行って、うん、なんか面白いんだよね、木流しで本当にね、白塗り、はい、うん、だからフェイスブック見てたらパトカー乗ってみたり、なんとか役に、そうそうそう、あれは、あのね、自分の方が早かったんだってどっちが早かったそうそうそう、で、木流しだから、なんだった、なんとか、いろ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 ね、誰かに似てる、あんた真似してるって言われてるみたいなんだけど、うん、いや、自分の方が早いって言ってた。そうですよ、マツケンサンバよりもラーメンサンバの方が早かったっていう。そう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 、いろいろあるからね、うん、6年目
6年、5年か6年来てますかね、ちょっとね、コメントも聞きながら歌が入ると思うんで、新たな生命が誕生する。そしたらまあ新郎の方からね、うちのやつが妊娠何ヶ月で何月にね、何月に予定日です、最初のもちろんご出産なんで、まあ、すごい不安ですと、ユニさんに曲お願いしますってね、唐突なお願いされるんですよね。え、僕子供の音楽経験もないのにね、ましてやギターは手動ギターでございます、穴がないですからね、はい、そんな感じで。そしたらまあ散々ですね、こういう格好してええ年してやってますから、まあ親孝行を反省しもってですね、作った歌があるんです。まあこのまあ仕入れにも入っておりますが、はい、宝物というバラードを聴いてください。よろしくお願いします。深呼吸だ。交通安全かな、交通安全のあれでこう奈良の警察にのあれで呼ばれるってことね、前ね、なんか知らんけどパトカー乗ってる写真ちょっと危ないなと思うんだけど、あの白塗りで、私は満点の人、白塗りしてないと普通のおじさんだよやっぱし、そうですね、まあまあまあ、よろしく、おはようございますって言ったら誰ですかって言ったらそのギターも多くてね、なんか講師ってのか教えてもいいみたいな、あ、そうだ、聞いてみる、
ソウルシンガーっていうね、これソウルやっぱし。まあソウルだね。何、あの大衆ソウルシンガーって売ってるんだけどね。なんか僕たち、僕ちょっとその辺詳しくないから分かんないです。ソウル音楽って何？叫びか？あ、ソウルってか何話の、あの魂の歌ってこと、ね、まあまあ、ソウルだから直訳だな。直訳でいいですね。何話の魂ソング。じゃあ琉球民謡も、そうじゃあ琉球ソウルソウルなんだ。カントリーはじゃどうすんだ。カントリー、カントリーはなんだろうな。あれも見たらそうなるだろう。あ、民謡本だろ。あれは民謡になるのか。カントリー、カントリー、なかなか難しいですね。このだからいつもなるさ、どこまでが、どこからどこまでがフォークなのかとかさ、あのニューミュージック、そうミュージック、そうミュージックと、そうとか、で俺はなんていうかな、ドラムが入ってきたらこれはフォークじゃないんじゃないかなと思うんだけど、ああそうなんだ。だから打楽器が入ってきたら、じゃこの変な笛があってさ、まあこれがドラムが入ったらフォークなのかな。あれ南だったんですよ、難しいよね。私奈良でした。なんか本当しながらサウナ泊まったの覚えてるんですが、まあ、サウナでもまあ。まあ、歌ってる人がそれだって言えばそういうことになるのかな。本人自己申告で、自分はこれです。どうやって書いたの。今日はちょっとベッドに置いたんですね。はい、そんな感じでございます。でよくあの歌を作ってね、その時の思いを本当にね、今日明日また今日夜か、また寒く、今もちょっと寒いんだけど、そうだね、うん、温度下がって、まあね、今日昼バイク乗って、そう高かったけど夕方一回、あの、ザーってちょっと前ですね、あれから、なんか、Facebook で関係で友達かもで、本当、ファンが出たんですよ。失敗してるからな、結局薄着で3時前ぐらい、その時はどうしようか思いました。僕、大失敗ですね。はい、大丈夫、そう、歩いて帰らんだろ。歩いて帰らないで、一応沖縄の夕焼けは、大丈夫かな。もうこの辺歩けないよ。さっき目の前から外れてけどこう、あっかわいそうにと思ったの。え、そんなに、うん、あれおかしい。アナログでね、この一問ね、大変だな。またそう冷えてって、でもそうですよね。どうなのかな、誰か聞いてないのかね、いつのね、どなたかね。明日からまたね、ちょっとライブが始まって、うん、吉田を定期の吉弘さん、金曜日はあのヤッシーピアノ、キーボードピアノなんだけど、はい、うん、弾き語りではなくて、なんかね、あの弾いてで MC で喋る、結構面白いこと言うんだよ、うん、で本職がなんていうの、養豚ってなの、養豚業ってなんのかな。そうですね、そのね、豚の話とか入ってきて、なんか全然わからない、自分だけわからないようなこと言ってね、うん、年一回やってもらってるんだけど、ね、で土曜日が EPM か、はい、関東の方から、うん、面白いんで、あの、うん、コピーってことで、もう何回目かなんですか。いやいやいや、初めてなんで、ね、あの年末に歌わせてくれってことで来てて、じゃあ予定組んでやりましょうとか、何名来るかちょっと打ち合わせしてないんだけど、今度、まあ、3名は来るのは確実だけど、そうですね、全部で4名いらっしゃるみたいですからね、結構面白いんじゃないかなと思って、土曜日なんで、新しい人が来るってことはいいことかな、そうですね、ね、うん、手前ね、インディーみたいな定期的に多分増えていくと思うんで、洗い流し都会のビル、
したこともあったよな。俺はこいつに秘めたぞと幸せ数を得た遠い昔、その気になるのが男の愚か。旅から帰れば置き去りに、喜びも悲しみも洗い流し、これ新曲ですか？いや、何がどう新曲か分からないんだよな。ごめんなさい、それ全然分かんないですけど。ね、すごいなんかね。何はのソウルシンガーなんですよね。結構あの、はい、全国っていうか回っててね、北海道がよく行くみたい。北海道。そうそう。そうだから。まあ、北海道だから吉野さん、はい、吉野さん周り北海道行くさね、ただインディーっていう面白いのがいるから、沖縄行くはずだから聞いてくれなんて言われてたみたいで、あ、でまた原口純子さんの大ファンなんですよね。あ、そうだね。吉野さん電話しろ。大丈夫大丈夫、歌ってるから電話しなくても大丈夫。だね。ですね、川上探偵さんからメッセージ。こんばんは。訳しすぎじゃない？はい。まあまあどちらから聞いてるんですかね。ね。羽生さんは、名古屋からということで。ね、名古屋だったらまたね、あのインディーさんも。ああ、そうだね。ね、ライブしに行かれるんじゃないですかね。あのブルースシンガーの吉野も名古屋に行きたがってるんでよろしくお願いします。あ、決まってなかった？いや、なんか決まってるような決まってないような、日にちはまだ聞いてないんで、行くよみたいな話は聞いてる。九州には行く話してた、でも名古屋でしたっけ、確かコザっていうライブハウスあるの。あれ大阪じゃなかった？あ、名古屋か、名古屋、名古屋か、名古屋エンサインコーサーとか、なんか、盛り上げるな、イエーイ、気分はファンキー、メンテナンス、メンテナンス、中身とさんも聞いてみよう。はい、メンテナンス、メンテナンス、はい、よろしくありがとう。トロッコなき虫喧嘩して、ママに叱られ家の外、やがて許され手を引かれ、晩ご飯よと告げられる、はい、ママの壁を乗り越え歩く。
早いもので残り2分となりました。そうですね、あっという間ですね。なんかね、ラジオを、ね、聞いてる皆さん、このインディー、はい、まあ、また来年2月にこう来ると思うんで、よく、はい、ここしますから聞きに来てください。はい、今日もね早かったね。じゃあ何の機会がないんで、ぜひぜひお待ちしております。変な人いっぱいいますか？変な人はい、ということで、今夜も F から、はい、今週はね、インディーさんのライブをお届けいたしました。また来週水曜日に、はい、お会いしましょう。今夜も F から番組スポンサー、バーボビーズ、バーそよ風、カラオケスナックゆうき、ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ、ラテン酒場アルハンブラ、大衆劇場足立屋、以上各社の提供でお送りしました。彼のスピードは命ではない。